皆さん、こんにちは。私が今来ているのは、JR 立川駅、その奥からやってきた列車で、中央線方面からやってきた列車。そこの列車はね、この先、大見線へと入っていく列車なんですけどね、もう少し変わっていく列車なんですよね。っていうのね、この列車っていうのね、この先、原島でね、これね、前より4両はね、これ8号線直通して箱根ヶ崎、後ろより6両はね、これ五日市線直通してね、武蔵五日市まで行くっていうね、そういうちょっとね、こう変わった列車になってるんですね。じゃあね、今回はこの列車について紹介していきたいと思います。それも今回私はね、前より4両のね、箱根ヶ崎行きに乗ろうと思うんですがね、これね、今回私が、待っていた場所っていうのはね、後ろより6両、これね、箱根ヶ崎に行く方の車両ではね、なかったためね、前より4両へとね、移動したいと思います。そこにね、連結していてね、ここから先がね、箱根ヶ崎までね、行く方のね、車両となります。まず今回は私はね、これ、ついていてね、かつね、これですね、連綿天網もできるね、一番前の車両までね、行きたいと思います。そうですね、一番前の車両までやってきました。それでもう早速乗車。そこの隣の方にやってきた列車ね、この先中央線方面に進んでいく列車なんですかね、もう高尾行きとはね、またちょっと違います。この列車って、向こうにやってきた列車っていうのはね、この先ね、ここね、高尾より先、山梨県の大月まで行きね、そっから先さらにね、前より4両っていうのはね、これね、富士急行線直通して、ね、川口湖まで行くっていうね、なかなかね、ロングラン列車なんですね。まあね、これね、この川口湖行きの列車っていうのはね、この先まで乗ってる列車同様ね、これね、夕方のね、ラッシュ時間帯にしかね、走っていないね、ちょっと珍しい列車となっています。まあ、この箱根が先に、これね、中央線から直通してくるね、箱根ヶ崎行きの列車っていうのはね、夕方のラッシュ時間帯にしかね、走っていなかったと思います。まあ、じゃあね、これね、この列車がこの先に走るようなんで、走るようなのを待ちたいと思います。そしてね、この立川駅をね、発車いたします。そして立川駅を発車。それこの列車なんですがね、この先配信までの大見線を走っていくことになるんですがね、この大見線までに入る間にね、最初ね、立川単独線っていう線路をね、走るんですね。で、ここで一回ね、車内放送をね、動かしたいと思います。This is the 849 train for Hakone ga Seki combined with the Itsukaichi line train for Musashi Itsukaichi. The next station is Ishikatsukawa. どうですかね。まあ、これね、8号線直通のね、箱根ヶ崎行きとね、武蔵五日市、五日市線直通の武蔵五日市って行きっていうね、これね、別々の列車がこうついてんだよっていう放送とかね、まあ、なかなかね、もう面白いですよね。それでもこれね、そんな放送をしていたらね、列車でこうね、単線かもね、走ってるのがね、わかると思うんですがね、これがね、立川短絡線。なんかね、さっき言ってね、立川短絡線ってね、なぜね、今こんな路線があるのかってことなんですかね。もうね、大見線っていうのはね、駅からね、これね、右斜め上ぐらいにね、こう抜けていくんですよ。でそうなるとね、中央線からね、大見線に直通する列車がね、まあ、これね、こう大見線に、ね、まあ、こう行く入る際ね、これね、普通にこう大見線に入るんだったらね、中央線の上線をね、これ、ね、平面交差しなきゃいけないんですよね。でも、まあ、これね、中央線もね、これね、やっぱラッシュ時間帯とかになるとね、もう本数多いですから、まあ、その線のね、平面交差にするとね、まあ、なかなかでも大変だってことでね、まあ、これね、中央線方面からやってきたね、この大見線直通の列車っていうのね、これ、中央線のね、この上線とね、これ、立体交差できるようにね、するためにね、こう作った線路っていうのはね、立川短絡線なんですね。で、これね、立川短絡線っていうのはね、単線っていう扱いになってるためね、これね、一応ね、これ、ね、上り列車、下り列車ね、どちらもこう走ることができるんですがね、これ基本的にはね、これね、中央線方面からやってきたね、大見線直通する、こう、下り列車しかね、通んないことになっています。まあ、これたまにね、オレンジ列車なんかがね、これ、ね、立川短絡線をね、逆走、まあ、逆走ではないんですがね、まあ、これ、ね、上り列車として走ったりすることもね、まあ、あるにはあるんですが、最初ね、これ、JR 大見線、これ立川駅をね、右斜め上の方に分かれてたね、大見線と合流、それで進むような停車駅、立川駅にね、到着いたします。それでしてね、これね、西立川駅を発車、そこ
関西にこうしばらくね、お店をしていくことになります。まあ、じゃあね、これ今回はですね、なぜね、このね、八甲線直通で、これね、箱根ヶ崎行きの列車に乗ったのかってことなんですかね。まあ、これね、まあ、ただ単に、まあ、これ面白いね、まあ、列車でね、お前からね、そう知られてたからっていうのね、もうあるんですがね、もうこれね、箱根、こう八甲線直通の列車っていうのはね、この次のダイヤ改正でね、これなくなってしまうことをね、もう決定してるんですよ。だからね、これ、ね、箱根ヶ崎行きの列車っていうのね、これ中央線が直通してくるね、箱根ヶ崎行きの列車っていうのね、これ、もう次の3月のね、ダイヤ改正ね、もう見れなくなってしまうんですね。そのためね、今回ね、もうこれね、この列車に乗ってみたってね、まあ、そういうわけです。でもまあ、これ今回ね、これね、もうあとこう1ヶ月半ぐらいでこうなくなってしまう列車なんですかね。まあ、これね、その間にはね、乗っちゃうで、その間にね、人数って、これここ少なかった気がしますね。まあ、これね、あれも八甲線直通の列車だとね、箱根ヶ崎行きの他にもね、駒川行きってね、思ってね、八甲線の奥の方はね、走ってくる列車なんていうのね、こういるんでね、まあ、これね、あれ、まあ、そっちの方がね、こう人気なのかもしれませんがね、これね、乗ってる鉄道までの人数っていうのもね、意外とこう少なかったなって、ね、そんな感じがしましたね。まあ、これね、本当はすぐね、こうね、駒川行きのやつに乗ってみたいなと思ってたんですがね、まあね、駒川行きのやつに関してはね、まあ、走ってる時間がもっと遅いんですかね、まあ、箱根ヶ崎行きの列車っていうのね、もう割とまだね、まあ、早い、まあ、これ6時半、まあ、これ、多分ね、立川駅を発車するのはね、6時50何分とかね、そういうやつだったんでね、まあ、これね、まだ割と乗りやすい日に、八甲線直通の列車とね、なっている、なっています。いや、そこも見てください。この中央線 E233 系の LCD にね、箱根ヶ崎行きとね、まあ、出てるのがわかると思います。まあ、これね、あれ、箱根ヶ崎行きの列車って、ね、まあ、これね、あれ、もうこれ普通にこう東京駅からね、こう走ってくるやつなんですかね。もう東京来てね、箱根ヶ崎行ったことこう書いてるとね、これね、なんかこう、ね、神奈川県のね、ロマンスカーとかが行く箱根に行くのかってね、もう思っちゃいますよね。まあ、これ実はね、もう全然違う場所にね、まあ、あります。今回は、私はね、この箱根ヶ崎行きのね、この中央線に乗ったのはね、初めてなんですかね。もうね、見たことはね、あるんですかね。もう本当にこの東京駅とかでね、もう箱根ヶ崎行きとかって出てるとね、すごいね、なんかこう孤立してるって、そんな感じなんですよね。随分くらいしてね、こう、半島駅に到着いたします。その上、わかりますかね。僕今、これちょうどこの上に、僕の高架が行ってるのね、わかると思うんですがね。僕ね、JR 八甲線、八王子方面からやってきた路線で、ね、ここね、半島駅に合流。それを先乗ったよね、この大店の列車っていうのはね、迷い運動に関してね、ここから先に、八甲線にこう直通していくってことに、ね、なるんですね。随分くらいしてね、この半島駅に到着いたします。でも、この、本当にこう気をつけてないとね、もうね、これ、迷い運動はね、これね、箱根ヶ崎駅、後ろにいる6両はね、これ、武蔵塚駅なんでね、まあ、これね、あれ、本当はこれ、武蔵塚駅に行こうと思ってたのに、ね、迷い運動に乗ってたせいで、ね、箱根ヶ崎にぶっ飛ばされるとかね、まあ、逆とかね、本当に、寝てたらね、そういうこともね、起こり得るわけですからね、まあ、本当に乗るときは注意が必要です。まあ、少しない放送とかでもね、何度もこう放送されるんでね、まあ、起きてて乗り間違えるということはね、まあ、そうなかなかはね、ないと思いますが、最初に、ね、まあ、配信駅に到着。でも、この、この車っていうのはね、これ、これ、一番左のホーム。これ、基本的にね、武蔵市塚駅の列車ね、この直通ホームね、到着するんですね。まあ、これね、もうこれね、前より4両に関してね、まあ、そしたら、ここから先、一気にこう右の方までね、ぐって、こう、常にこう、転線していくところがね、見えると思うんでね、こう、なかなかにね、まあ、見物なんじゃないですか。そしてね、これ、ね、配信駅に到着。で、今、こう、はじめ駅に到着したんですかね。これね、線路を見るとね、この先、この列車が右の方に曲がっていくっていうのはね、わかると思います。もう、いつかに線路列車っていうのはね、この後ね、まっすぐ行くんでね、これね、この八甲線直通の列車なんだなっていうのはね、わかるかと思います。列車はこの駅で、こう、分割を行いね、これね、迷い4両ね、この箱根ヶ崎へ、これ後ろに6両ね、武蔵市塚駅へとね、向かっていくわけです。もう、分割するとこっちを見てみたかったんですがね、僕は全面展望を撮るためにね、今回は線路を撮らないことにしましたがね、またいつかね、動画がこれ、八甲線直通の列車がね、なくなってしまう前にね、ちょっとね、まあ、見せられ、これね、撮れるかななんて、ね、まあ、そう思ってる次第です。それを今ね、これね、五本質って書いてるね、こう信号とね、これね、青八質っていうのね、こう書いてるね、信号、二つのね、信号がね、あるのがわかると思うんですよ。それ今ね、この青八質ってこう書いてる方の信号がね、青になったのがわかると思うんですがね、僕ね、五本質ってこう書いてるね、信号っていうのはね、これはおそらくね、こう塚地線本線出発っていうね、まあ、信号。でもね、青八質って書いてる方ね、大目線、八甲線出発進行っていうね、まあ、そういうね、信号だと思います。それがね、毎日4両の、これ、八甲線直通してね、箱根ヶ崎行きに、箱根ヶ崎にね、ゆっくりしての方がね、お先に
出発するんでね、これ、青八出っていう方が、ね、魔法になったものだと思われます。まあ、ここも、ティアね、五日市線の方のところになってね、五日市本線っていうことに、まあ、なってるんでしょうね。そのためね、僕はね、あの、大海線と八甲線がね、僕ね、なんかこう、支線間っていうかね、僕ね、あの、本線じゃないよっていうね、まあ、そういうことになってるんだと思います。そしてね、こう、林駅を走り出します。そこ、すごい、ものすごいゆっくりとした動きらしい。まあ、この駅で、あ、この駅で、僕、分割を行うんでね、まあ、こうね、あの、切り離してすぐでね、ゆっくりこう、走ってるってね、まあ、そういうことなんでしょう。そしてここね、ね、もう、ポイントね、まあ、右にこう、点線、その大きくね、こう、右の方にね、こうね、あの、大海線の線路をね、こう、平面交差して、この八甲線の線路にね、入っていくものだと思われます。まあ、これね、これ、ね、五日市線の方からね、もうね、大海線の線路をね、こう、平面交差して、まあ、これね、八甲線の方に入っていくっていうのね、もうこれ、この春で、もう見納めですからね。読むところになんかね、なかなかすごい光景だ。まあ、初めからね、線路がかなりいっぱいありますからね、まあ、その線路をね、こうぶった切っていくっていうのね、まあ、これ、なかなか見物です。そして、ね、私はこう、八甲線の線路に入ります。その八甲線っていうのね、もうこれまた、ね、この単線の路線なんでね、国家先列車っていうのね、単線を走っていくことになります。八甲線っていうのね、まあ、これね、全線単線のね、もう路線となっています。でもこれね、この列車はね、まあ、こう次はね、こう東福生。それね、まず東福生の隣がね、まあ、終点の箱根ヶ崎とね、まあ、八甲線の関係はね、まあ、ほとんどこう通らないんですよね。しかしね、まあ、これね、まあ、一応ね、まあ、箱根、あ、この八甲線をね、こう通ったことにこう変わりはないんでね、まあ、これね、この列車もね、まあ、こう次の大逆回線でね、もうなくなってしまう列車とね、なっているわけです。いやー、でも本当ね、八甲線はね、もうね、中央線のね、もう E233系、もうそれになんならね、もう E233系っていう、こう、形成で走っていくこと自体ね、なんかすごいね、もう違和感がありますよね。でも八甲線っていうのはね、もう現在ではね、もうね、あれ、209系とね、E231系っていう車両がね、もう走ってるんですがね、もう233系っていうのはね、もう中央線から直通してきた列車しかね、走ってないんですよ。あ、もう八甲線の E233系っていうのはね、とりあえず今のところはね、もう存在してないんですね。ただね、ほんとこうなかなか違和感があります。まあ、八甲線はね、まあ E233系で行くっていう光景をね、もう春を持って、まあこう近くの道路もね、見られなくなります。もうね、八甲線って結構ね、まあ、他の路線でね、もう使われた車両のね、もうお風呂がね、まあ回ってくることがね、重いんでね、まあこれ、E233系がね、まあ、これ結構古くなってきた時にね、もうね、まあ他の路線のね、お風呂としてね、もう今度回ってきたらね、またいつか見られるかもしれませんがね、まあ、少なくともね、もう当分はね、まあ、見られないね、光景に、ね、まあ、なるんだと思います。先週も多くね、八甲線内最初の途中停止駅でありね、まあ、かつね、最後の途中停止駅でもあるね、東福生駅に到着、まあ、この駅を出たらね、もう終点の箱根ヶ崎なんでね、まあ、この車ね、もうほとんどね、八甲線を通らないことがね、まあ、わかるかと思います。しかしね、もう八甲線をね、通っていくことに変わりはないんでね、もうね、もう何度も言うようですがね、もうこれ、ね、なくなってしまう、まあ、こちらのダイヤ回線に、ね、まあ、なくなってしまう列車なんですよね。その前からね、列車がやってきました。八甲線のね、もうこれ、ね、対抗列車。もうこれ、ね、八王子にまで行くね。まあ、あれはおそらく E231系かな。もう八甲線のね、まあ、E231系がやってきました。もう E233系はね、もうやってきません。あ、ほんとね、もうなんかね、孤立してるっていうかね、あ、すごいね、唯一 E233系で、ね、もう走ってる車両なんでね、あ、すごいこう孤立感っていうかね、なんかぼっち感っていうかね、ほんとこれ半端ないでしょうね。まあ、これね、ある車っていうのはね、もうさっきも言いましたがね、僕ね、この後ね、八甲線をね、僕ね、終点の八王子までね、走っていく列車となります。それね、僕ね、上下線の行き違いが起こすならね、俺車もね、東福生駅を発車、次の停車駅ね、終点の箱根ヶ崎、もうほんとね、もう短いなって、そんな感じなんですよね。まあね、ではね、ここね、今回なぜね、これ、ね、八甲線の直通のね、中央線の列車っていうのはね、これね、次のダイヤ回線を持ってね、もう発車されてしまうのかってことについてね、お話したいと思います。まあこれ、ね、もうこれはね、こう八甲線っていうのはね、次のダイヤ回線以降ね、ワンマン運転をするってことに、ね、なってるからなんですね。だからね、まあ、これね、まあ、これね、これ中央線からね、直通してくる列車っていうのはね、思われてしまうってことなんですがね、まあ、八甲線の方ね、ワンマン運転をするに際してね、まあ、これ、ね、八甲線を走る車両っていうのはね、このワンマン運転対応のね、工事っていうのはね、僕ね、近年ね、ずっと行われてたんですよ。しかしね、まあ、これ、中央線の車両っていうのはね、これワンマン運転からのね、工事っていうのはね、行われてないんですよね。っていうのね、中央線がね、八甲線に直通するので、ね、ラッシュ時間帯がね、ほぼ一部の運用なんでね、まあ、そのためにね、わざわざね、中央線のね、お車を工事するので、ね、まあ、なかなかもったいないってことでね、まあ、工事しなかったんですがね、まあ、その結果ね、これね、ワンマン運転にこう対応しない車両っていうのはね、まあ、入れないってことになりね、まあ、これ、ね、このエリア回線を持ってね、中央線からの直通列車っていうのはね、もう廃止されてしまうことに、ね、なったんですね。いや、ほんとこう、なかなか
ここね、あの、5日に事前調達の電車に関してはね、これね、ダイヤ改正以降ね、まあ、残ると思います。あの、ダイヤ改正以降っていうのはね、これね、あの、本来っていうのはね、ダイヤ改正までね、もう箱根が先、武蔵五日市行きと違ってたりしたっていうね、これね、普通にね、これね、武蔵五日市単、行き単品に、ね、なるってことなんですかね。もうちょっとね、まあ、ダイヤ改正以降ね、ダイヤどうなのか知らないんでわかんないですがね、まあね、まあね、そうなるんだと思います。まあ、あとね、武蔵五日市行きの列車っていうのはね、これね、まあ、他にもね、これ数は多くはないですがね、まあ、人にはいるんでね。その後、列車で、ね、終点は箱根ヶ崎に到着いたします。まあ、これね、ほんとこう、東京都心とかを走ってきたね、これね、中央線 E233 系で、ね、お断線区間のね、あ、断線区間からね、まあ、なかなかに、ね、こう違和感がありましたがね、まあ、それもここで終わり、列車の終点は箱根ヶ崎に到着いたします。まあ、箱根ヶ崎っていうのはね、これね、あの、こう中央線間直通していたり、西平にもね、まあ、長寿発や箱根ヶ崎行きの列車なんかもいて、まあ、これね、あの、八甲線っていうね、まあ、結構重要な駅に分類されるんじゃないかなと思います。で、今回はさね、これね、立川からね、直通で箱根ヶ崎までやってきたわけなんですが、ね、まあ、これっていうのはね、この当分はね、もう見れなくなると思うんですよね。まあ、これね、今度こう、玉物レールがね、これね、箱根ヶ崎まで延伸するってことになっていて、まあ、玉物レールが延伸すればね、まだね、箱根ヶ崎までこう直通で行けるように、ね、まあ、なるんじゃないかなと思います。先生じゃない、こう、終点ね、これ、はあれ、これ、箱根ヶ崎駅に到着、まあ、そして忘れ物といたりしてっていうね、もう折り返しね、こう、快速、あ、折り返しのね、八甲線のね、はじめ駅となるんですね。だからね、こう、中央線の E233機を使っておきながらね、僕ね、八甲線内完結のね、まあ、列車となるって、列車となるね、お腹がね、もう面白い列車と、ね、なっています。まあでもほんとね、もう箱根ヶ崎駅に、ね、ポツンと一編成だけね、まあ、中央線の E233 機が止まってるっていうので、まあ、なかなかにね、違和感っていうかね、まあ、シュールっていうかね、なんかそんな感じがしますよね。まあ、ただ今回はですね、折り返しの拝島駅に乗りたかったんで、ね、まあ、これね、まあ、一回ね、これね、解説からの方に行きたいと思います。そうですね、こう解説をね、まあ、これ U ターン。そう、私は、こう、再びね、これ、ホームまでやってきました。それはね、これ折り返しね、もう19時23分発だったかな。もうね、33分か、まだちょっと忘れましたけどね、もうね、拝島行きのね、まあ、中央線の E233系によるね、これね、列車がこう止まっております。いや、ほんとね、なかなかにね、これ面白いですよね。まあ、これね、まあ、当然ね、中央線から直通してくるね、これね、箱根ヶ崎の行きなどね、これね、大目線、八甲線直通の列車がこうなくなるんであればね、これ、八甲線内完結の中央線車両っていうのね、もうこれ、このダイヤ改正ね、まあ、見納めるわけですからね、読むところなかなかね、まあ、今限定の景色ですよ。まあ、じゃあね、大目線がね、この発車層ね、もうしたいと思います。いや、すごい面白いなと思ったのが、これ、もう LCD がめちゃめちゃ短い。まあ、これ、ね、ほら、めちゃめちゃ短いでしょ。まあ、これさっきね、まあ、見せたの分かると思うんですがね、もう、初めからはね、途中、こう、東福山しかね、まあ、駅がなくね、まあ、西終点の箱根ヶ崎だったんで、もう、二駅でこう終点ってわけですからね、ほんと LCD もこうなかなかに短いなってね、そんな感じ。で、ね、そろそろ列車もね、発車するんじゃないでしょうか。すみれの花が咲く頃の、こう、始めるっていうのはね、まあ、列車ね、まあ、僕は、こうね、箱根ヶ崎行きね、発車いたします。でも、ほんとに、惜しかったですね。このすみれの花が咲く頃ってね、ほんとにこうね、まあ、めちゃめちゃフルコーラスがね、流れにくいってことで、これね、有名なんですよ。でもね、もう今回こう結構長めに流れたんですがね、まあ、残念ながらね、まあ、フルコーラスをこう、結構だね、まあ、できませんでした。そしてね、これね、これ、そろそろ、ね、箱根ヶ崎行きね、発車するんじゃないでしょうか。そしてね、箱根ヶ崎行き発車。なんか、配信からの方がね、もうなんかこう、鉄道マニアのようね、数っていうのね、まあ、少しね、もう多かった気がしましたね。でね、まあこれ、他にも乗ってる方がいたんでね、もう全面展望をね、お寿司することにしました。まあ、先は寿司取ったんでね。まあね、まずね、まあ、二駅ですがね、まあ、この列車に乗っていきたいと思います。で、これね、車内のこの混雑率なんですがね、まあ、これね、全く乗ってないわけじゃないんでね、まあ、ちょっとあんまり映せなかったんですがね、まあ、結構ね、まあ、好き気味。まあそんな感じですかね。いや、でも、本当にこう、中央線 E233 系でこう、八甲線を走っていくっていうのはね、もう違和感そのもの。確かにこの光景っていうのはね、もうこの春でこう、見納めですからね。もうこれ、あとね、もう1ヶ月半ぐらいでしかね、もう見納めとなってしまうね、もう光景となります。先日ね、こう、一つ目の停車駅でありね、かつもう最後の途中停車駅でもあるね、こう、東福生駅に到着。でもこれね、ここでね、もうね、もうまた行き違いをね、するみたいですね。八甲線のあれはおそらくね、これね、川越駅。まあこれね、まあ、さっきの拝島からね、これね、これ、拝島より先に、ね、行く人っ
きはね、これね、あの川越駅を待った方がね、僕ね、早かった。てかね、中央線のこうね、E233系に乗ってもね、時間はこう変わらなかったってね、まあ、そういうことになるんですね。まあ、結構ね、こうすぐにね、起きましたしね、あれも、まあ、すぐでもないのか。まあ、なんかちょっとね、まあ、待ち時間っていうのはね、もう増えますかね。まあ、でもね、こう時間っていうのはね、もう変わんないってね、そんな感じなんですね。最初ね、ドアを閉めね、東大阪駅を走り出します。それ次の停車駅で、終点の廃止は、で、もう嬉しいね、終点のね、廃止駅に到着いたします。まあ、これ、ね、本当にもう二駅終点なんで、もう短いよ、短いんですかね。まあ、これね、八甲線のね、まあ、これね、ある廃止より先っていうのはね、ちょっとね、こう、一貫距離っていうのはね、長いんですよね。だからね、これね、そんなになんか二駅っていうね、まあ、そう、インパクトほど短い、まあ、それこそね、もう本当に2、3分とかで、ね、終点についてしまうとかね、まあ、これ、ね、ほんとね、まあ、そんな感じね、短くはなかったですね。乗車時間を測ってはないですかね。まあこれ、まあ、6、7分とかね、まあ、そんぐらいなんじゃないかな、多分。まあね、まあ、短いは短いですかね。まあ、でもね、本当に、一瞬でこう終点についてしまうとかね、まあ、そういうのではね、ないですね。スマホを置くからね、こう、メンバーがやってきた線路っていうのはね、ほんで JR 青梅線。でね、ここで、ね、これ JR 青梅線と合流して、まあ、列車で終点ね、原島駅に到着いたします。まあ、これ自体ね、おそらくね、青梅線の方にね、こう、入るんじゃないかなと思います。まあ、多分ね、前にね、こうね、端高線の方に入るってことはね、そうしない気がしますよね。そして、ここね、もう JR 青梅線とね、こう合流。あ、そしてこれやっぱね、この青梅線の線路に、ね、こう転線してますね。そしてね、青梅線の線路に入るね、そしてね、これ、廃止駅にね、到着停止します。そこね、もう本当に、もう今ね、こう反対側にこう、急がないね、走ってのもあると思うんですよね。まあ、あれ、特急多いじゃないですか。まあ、こう通勤時間帯でね、まあ、こう東京か大間までこう走ってるね、まあ、特急。もう唯一のね、こう大見線を走る特急となっています。私もね、まあ、あれ、いつか乗ってみたいと思っている次第なんですよね。そしてね、こう終点ね、廃止駅に到着。でも、ここまで乗ってきた列車っていうのはね、もうね、これ回送列車とね、なるようです。いや、本当に、ね、短いなって、ね、そんな感じですよね。でも、乗ってきた列車なんですよね。まあ、こう、八甲線直通するためにね、4両編成になってね、まあ、こうめちゃめちゃ短いですよね。後ろはね、中央線の E233 系のようにね、4両編成っていうね、まあ、そういうね、なんか見た目のギャップと言いますかね。あ、ほんとこうさね、すごいなって、ね、そんな感じがしました。ちょうど今からね、これね、向かい側の方にね、これね、10両編成のね、大梅線のね、大梅駅の列車がやってくるようなね、これ比べてほしいと思うんですよね。もうほんとね、多分ね、もう長いのに短いんじゃないですか。これ短いんじゃないですか。てかね、もうね、これ終わりさん乗ってたりしたっていうのはね、まあ、すごく短く見えるんじゃないですか。そのほか列車がやってきました。10両編成のね、大梅線の大梅駅。そしてもこれ、こんな感じ。まあ、これね、この列車もね、これね、4プラス6両で、ね、まあ、これね、10両をなしてるね、列車。まあ、これね、さっきのね、廃止までのね、噂の付けたりしちゃったね。もうね、編成っていうかね、編成自体はね、もう同じみたいですね。まあでもね、本当にやっぱね、4両編成と比べるとね、すごい長いですよね。いや、もう10両で、もう首都圏じゃ普通ですかね、4両の列車を見た後だとね、めちゃめちゃ長く感じます。それは私は本当にね、八甲線のホームにやってきたんですけどね、まあ、これね、向こうにこう引き上げていくね、こう中、噂が乗ってきたりしちゃっていうのね、まあ、見えますね。まあ、これね、意外とね、これね、こっちの方に来たからね、経緯見えるかなと思ったらね、まあね、もうこう発車しちゃう、こうね、もう動き始めて、もう向こうの方に行っちゃった後でしたしね、またね、これね、もうすごい河川中とかもあってね、まあ、意外と見にくかったですね。もちろん今回はね、これ、ね、これ八甲線直通のね、中央線列車に乗ってくるっていう動画だったんですが、ね、まあ、どうでしたか。やっぱ本当前がね、なかなかね、面白い列車だなってね、まあ、そんな感じはしてたんですが、ね、この列車っていうのはついにね、次のダイヤ改正でこう消滅してしまうんでね、まあ、これね、乗るのは今のうち、もし皆さんもね、お興味を持たれた方はね、まあ、これ、まあ、ぜひね、なかなか前にね、まあ、一度乗ってみてはいかがでしょうか。まあ、ではね、この動画はここまでしたいと思います。皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、共有、どうぞお願いします。では、動画を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。